日本東京都台東区東上野東上野は東京都台東区の町名。現行行政地名は東上野1丁目から東上野6丁目。郵便番号は110015。台東区の地理的中央部に位置する。1丁目から5丁目は下谷地域。6丁目は浅草地域に属する。町域東部の東上野1丁目から東上野3丁目までは 清洲橋通りに接し、東上の六丁目は、左江門の橋通りに接している。これらを境に、松形に、元浅草に接している。南部は、春日通りに接し、これを境に、台東に接する。西部は、昭和通りに接し、これを境に、上野に接する。北部は、河童橋本通りに接し、これを境に、北上野に接する。町域内は、 台東区役所などの行政施設を多く抱え、住宅地と商業地とが混在している。西部の昭和通り沿いは、上野駅や岡地町駅に近く、上野繁華街の一角にあたる。また昭和通りの東側付近には、焼肉やキムチなどを扱う韓国料理、食材店などが軒を連ねている一角があり、キムチ横丁などの愛称で呼ばれている、コリアタウンが形成されている。 町域内を南北に従官する清洲橋通りの東西の境が台東区の前身である旧下役と旧浅草区の草会にあたり現在でも警察署、消防署、税務署等の管轄協会として残る東上野は芝新阿見町四谷鮫川橋と並ぶ江戸時代から続く三大貧民窟の一つであり明和五年から小津胸等 山本人志太夫とその廃家が居住していた。人志太夫は1843年に浅草松葉町に移転させられたが、万年町には、その後も非人島、車、全七の廃家となるものが多数居住していた。後、明治2年に万年町と解消されてからも住民は、人足、冷えを取り、人力車夫、くず銃などの貧民が多く、参下の集中地ともなった。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には車坂通りが通っている。また、中央付近を東西に浅草通りが通っている。鉄道駅としては北西部方向の昭和通り下に上野駅への出入り口が東部の浅草通り下に地下鉄銀座線。 稲荷町駅が南西部の昭和通り下には地下鉄日比谷線、中岡地町駅と都営大江戸線、上野岡地町駅があり、JR 線の岡地町駅も資金になる。また、町域南東端の春日通り下には都営、大江戸線と筑波エクスプレス線の新岡地町駅がある。首都高速道路、出入り口、ありがとうございます。